今回の主人公はネクラ。一方 YouTube ではその性格が一変する。エディター東勇気の全貌を公開。彼の仕事はエディティング、つまり映像編集を行う。収録した映像をつなぎ合わせ、特殊効果を加えたり、音や色を調整する。たったコンマ1秒の間の取り方にさえ繊細にならなくてはならない。例えばこのシーン、編集作業が単なる映像を映画に変える。自分、まあ、および、まあ、現実世界で起きれないこととか、その自分が描いている理想とかを現実化であり可視化できるっていう点においては、まあ、それが一番の楽しみなんじゃないかなっていうのはあります。物静か、まあ、静かな人ですかね。いい意味で言えば無口。例えばルームメイト、二人きりのルームメイトとかだったら暗い人なんだけど、人といると明るい。あとカメラの前だと人格崩壊したみたいな異常な明るさ。いろいろ考えてるし、優しいですね。うん、いつも優しくて、でそんな本当に怒ることもなくて、うん、で個人的にやっぱ好きなのが、ちょっとやっぱゆうきさんちょっと癖があると思う。ちょっと変なやつっていう感じです、はい、カメラの前では明るい、く振る舞ってるっていう話で、そんなやつです、はい、なんか頑固かなと思うところも、まあ、あるんですけど、人のために行動できるっていうか、そういう心優しい部分っていうのを持っている人だと思うので、根本根は優しくていい人。うん、結構、あの人自身がすごい話すの好きなんで、多分めっちゃ話してめっちゃ話してくるんで、ボンボンボンってたまにはいなしつつも、まあなんか、ね、乗っかれそうな話題があったら結構乗っかると喜んでさらに話してくれるんで、自分なりのプライドはあるんで、多分あの人ここはこっすよねみたいな感じで言っても、なんだろう、多分あの人のプライドにどっか引っかかると割とガツンと言い返してくるというかまあそういうところ人間味があって面白いです。なぜ人見知りの彼が YouTube を始め編集に興味を持ったのか。幼少期から他人と接するのが苦手な少年だった。それをコンプレックスに感じながらも直せなかった。そんな彼が憧れたのはテレビに登場する人たち。
なんかやっぱテレビに映ってるってなんかその実在しないのにその場でなんか喋って、でそれがなんかいろんな人に見てもらってるっていうので、それとそれこそ別にニュースキャスターでもあったり、そのお笑い芸人とはその全然関係なく、その映ってる人全員がすごいなんか羨ましいなって思ってる印象はありました。彼に転機が訪れるのは中学の終わり。友達に勧められ YouTube に出会う。皆さんどうもこんにちは、レルカムです。この度11月1日からこのレルカム TV を作りました。企画、出演、編集まで全てを行えることに魅力を感じた。今までの自分を変えられる、そう思えた。自分を少し改善したらこういう人間なのかなと思います。ボソボソ喋る癖とかもあったりしてたんで、そういった部分を改善したら多分ああいう感じなのかなっていうのは、その改善してるから結局理想像になるのかなっていう部分にはなっちゃうんですけど、 YouTuber としてなら大きく一歩踏み出せた。まあ、および、まあ、現実世界で起きれないこととか、その自分が描いている理想とかを現実化であり可視化できるっていう点においては、まあ、それが一番の楽しみなんじゃないかなっていうのはありますね。